Cool. Archive. 終わらないダウンロードだな、これは。最初にやっときたいんです。無理でした。そう、皆さんに教えに来ました。ありがとうございます。助かります。ナイスナイス。助かります。魚さん。感情誰もこもってない。いやいや、めっちゃ助かるわ。こういうことなんだな、ボタンって。定期的にね、教えてもらった方がね、身につきますから。いや、ピカヤン、喋ってる？喋ってるよ。アーカイブ、無理か。新ピカ、新ピカかも。ほほ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 。新ピカかも。あー、今見えんかったな。あ、死にそう。ここは。んー、タサピカさん両方来たな。ピカタさんまで来た。なんだこれは。これね、ユーミヤさん、かわいそう。いるよ、あれ。いるよ、あれ、絶対。絶対今のいるでしょ。いる、絶対いる。絶対いる、あれ。絶対いる、誰かいるあれ。これ、誰キル出たら絶対勝ってたレベルですけどね。いや、多分ね、アルマ・フジミヤ一生懸命タスクやってたのに、うん、多分これ、こんだけ時間経ってますけど、あんまタスク進んでないです。どこで、オラフクなんでずっと死んでず見てる。え、みんな何してたんすか？全員女戦でバラバラしてた。全員女戦にいた。なんか僕がガチでめっちゃ診察室で見てた後ろに慎太郎さん棒立ちでいるんですけど、あれもどういうこと？あれ見えるの？いや、終わった後にこうボタン押した時に一瞬こう、ああ、そうそう。だからね、いや、僕も女戦にいたんですけど、定例になったじゃないですか。なった。これはやってられんと思って。つるしか。あん中にインポスターいるからな。いる、絶対いる。絶対いますよ。絶対いますよ。だって疲労嫌いのおかしいやろ。うん、何人いたんすか？ 6 人。6人ぐらい。新様と僕が交代で入ったんで、7人常にいたのかな。でもあれさ、6か7かな、はい。最後さ、あれ、アレマくんが来た瞬間定例になったからさ、アレマくんじゃないこれ、インポスター。いやいやいや、確かに、なるほどね。あ、やでもね、あそこの中にいるやつが停電入れて、ドサキル入れようとしてた可能性もあるから。うん、もうだからね、どっちでも取られるから、いいんじゃない、とりあえずは。うん、絶対いいと思うわ、でも。絶対、逆に言うと、藤宮さんとあのオラフ君はまず預けるんじゃない、うん、ちょっとなんか白っぽくなるよね、逆に。気がついてないから。でもさ、いや、普通に考えてほしいんだけど、俺が一番白いだろ。藤宮君と赤い前ですれ違って、停電直してる人物で、シャワー室のタスクやってるんだから、俺が一番白いだろ。いや、わからん、わからん。そんなことはない。白いわ。いや、ふざけ。マジではないですね。女性にいなかった人間は逆に言うとキル対象がそもそもいないかったことになるから、ほとんど。まあ、まあ、なんとも言えないかなって思います。その通り。あれわざとじゃないからね。たまたま重なったんだよ。インポスターは憤慨してそうですね、今の。
よ。おいおいおい。マジで？これは。もう勝ったでしょ。ビビってんな。もう僕タスクもちょっと終わりますよ。俺もあと3つで終わっちゃう。順調でいい。絶対嘘でしょ。嘘だよ。だって高田さんさっきダンスしてたじゃないですか。ずっとしてたけど。早いよ。タスク爆速だから。え本当に？どうやろう。アップロードとあとミーティングで終わるかな。だからタスク終わりました。あシンタロも終わった。タスク終わりました。シンタロも。いやこいつら。絶対嘘。絶対嘘。シンタロさん絶対嘘だ。もうメインホール入った時マジでびっくりしたの。なんか虫の巣みたいにわら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 って人が出てきた。わらわらわらね。またまたさ。ゲンさん見えたから。本当またま。ガチ。たまたまなのか。ないかと、はい、エヴァーがーパンをパンタマトマパンタマトマパンレタタマトマパンレタサブウェイの失敗作やん。わあ、おー早っ。アルマさん左でしょこれ、はい、左です。あら、そしてピカクロスが出てきました。その辺から出てきました。いや待って、私はね、メインホールから入ってメインホールじゃエンジンルームから入ってから、まあ、一応その可能性もある。そう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 。場所はコックピットの出入り口部分で、下なんだけど、はい、一応キッチンでゲンさんと交差で、はい、武器庫の出入り口でピカと交差、うんうんうん、で、その先にしたい。ルートを説明しておくと、私まず開幕宿舎前通路で、金庫室のタスクを藤宮さんと終わらせた後に、はい、その後、エンジンルームに降りていくときにオラフ君を見てるって感じ、はい、で、その後エンジンルームでの給油タスクがあったので、それを終わらせた後に、武器庫方面に下るときに高田さんとすれ違いで、大体私がエンジンルームからそのミーティングルームの廊下に入るぐらいのタイミングで確かリアクターだったような記憶があるって感じかな。なるほど。だから、私目線だとエンジンルーム側から通ってる人がいなかったから、おそらくそのコックピットから武器庫ルートで抜けていったであろう人物が多分いると思ってて、それが多分高田さんの話だとゲンさんとかが候補に上がるのかなって感じかな。ゲンのコード経路言っときますね。ちょっとキッチン脇で私アルマさんと湧きました。アルマさんも私も展望デッキのアップロードをしてて、アルマさんの方が早く終えられて、もうその時点でアルマさんいなくなってました。で、あとは私は、キッチンでバーガー助けて高田さんと合流して電気室まで抜けてます。電気室で魚さんとお会いして終わってます。ホラフ君どうぞ。あれ、ああ、ホラフ君は差し切ります。竹はないですね。あ、いいですかね。はい、どうぞ。竹尾さん、しょって、はい、コックピットの方行きましたよね。行ってないです。いや、行きましたよね。あ、そうですね。エンジン脇ですよね、竹尾さん。竹尾さん、左行きましたよね。僕見てますよ、竹尾さん。俺でも、僕、セキュリティ行ってますよ。エレキから降りて。そうだよね、そっち側から、あ、どうやってたっけ。竹尾さん、ずっとセキュリティですか。セキュリティで魚、高田が、アップロードしてるのを森に行ってたけど、どうやって来てる。あ、結構いろんな人いるんですよ。ピカクロスだ。になる。それは魚さんの個人的感情でしょ。まあでもクーラー上がってないと思う。うんうんうん、そうですよね。キルクール的にまだ竹尾さんがやる場合はコックピットに行くのが早すぎるって話ですね。青、黄、赤、ウェイ、停電なり、本日は停電なり。はい、はい、はい、ほぼ現行犯です。ピカさんだと思います。おラウンジ右上の配線のところで藤宮さんのお肉があり、私は、停電、貨物停電を直して、アーカイブ方面に戻る途中で発見です。はい、現行犯です。え？え？そんなあっさり言いたいんじゃん。
え、まあ、ピタクロスさん目線原産ってこと？多分。はい。あ、いや、現行犯です。え？現行犯です。ちなみに、一応、位置的には、スルーして、する可能性はあります。下側から行ったら。あ、現行犯です。私が開いてワイヤータスクやって、あ、藤宮さんいるなと思って、チュパッってやって、ゲンさん来ちゃった。現行犯です。ああ、もう自白なのか。自白です。なんなら、藤宮、アルマ、両方とも現行犯です。なるほど。はい。じゃあ、さっきピカクロスさんに入った2票とは、僕です。誰が、竹尾さんと魚。なるほど。はい、現行犯です。ドニンポサーと。追い方って誰なんですか？ あ、ちょっと教えてもらっていいですか？うん。実はマユコさんなんすよ、これが。ありそう。違うんだよな。マジで信じます。やめてよ、女性組に見ようか。本当にやめてよ。普通に女性組に色ありそうなんだよな。よし。あ、このボタンの意味は。まゆこさん釣りで。なんでなんでなんで。まゆこさん大丈夫で、あ、なんでかっていうと、ピカクロスで1円ポストが絶対に落ちてるから、まゆこさんってタスク終わられてないんですよね。まだ終わってないですね。であれば、幽霊になってもらってタスクをやってもらった方がいいっていう、皆さんの考えですけど。マジで？これ、そうです、これ提案、これ提案があるんですけど、はいはい、今からガチで議論して誰か釣れませんか？やべ、飛び寄せちゃった。これだってさ、ピカが両方ともキルしてるの確定だから。あ、だからもう、人狼的要素で誰か釣れませんか？手が汚れてないインポスターを探す。だとすると、ピカは本当のこと言ってると思うから、マユコだと思う。なんで？だから、原産は弾けるよね。原産は弾けると思ってて、はい、竹尾さんも、まあ、キルをしてないインポスターだったら分かんないんだけど、まあ、その人狼要素でキルをしてないんだったらもう分かんないから、竹尾さん弾きます、僕は。うん、うん。でもちょっと待って、ね、オラ君が、竹尾が左側行ってたけど、っていうのを言ってたよね。はい、言いました。竹尾さんが何でその情報を言わない。移動経路どうなってたの、あのターンって。僕はエンジンで湧いて、はい、セキュリティにアップロードとテープタスクあるわと思って、エンジン左行ったんだけど、はい、右に切り返したってこと、ね。そうそうそう。切り返したんだ。そう、U ターン理論で僕はインポスターです。人狼的こ人狼的考察していいですか。私、竹尾さんとオラフさんは白白の殴り合いだと思った。いや、俺も思った。オラフ君を議論して。なおかつ、高田健一がピカクロスの犯行を、かなり早、前のキルの段階で指定提示してるので、そこに見ようがない。結局そうなるよね。なんで？待って、オラフタケオが俺もムラムラのやり取り。わかる。それはわかりますよ、私も。で、ゲンさんも違うと思うよ。で、俺が自分でが村で、うん、残る3択くらい。まあ、追い込んでるからね。慎太郎、魚、真由子。で、まあ、魚さんも投票履歴があるんで、ピカクロさんへの。あ、そうか。そうだ。そこのラインないと。ラインないと考えると。慎太郎、真由子2択。これ怖いんだけど、ね、怖いんだけど、やっぱそうだよね。お前もう、もう6連続、やだやったことありますか、やだ終わりやろ、終わりやろ。これで勝つのか。終わりだよ、終わりやろ。たぶん、まゆこさん、心折れてんだろうな。ブレーンズって。たぶん、どうしようってなってますから、実際は。たぶん、真っ白になってんだろうなってのを、サボタージュすら一切入らないところから感じ取っちゃって。バレてる。ああ、これ素晴らしい。いや、もう。議論で詰めれる。議論で詰めれるわ。オラフ、そうね、オラフタケオのやり取りが白っぽく見える。いや、いつも間違って疑っちゃうんですよね、タケオさん。すいません。いやー、もう、おもろい。サボ一切入らない案件は、本当に頭真っ白でした。嘘でしょってずっと言って。私もあんまサボ入れないタイプなんですけど、見たら全然ドアすらも閉まってなくて。これは、まゆこさんもしかして、と思って。あとは真っ白でしたね。どっちを出してました。じゃあ次いきます。はい、じゃあお願いします。お願いします。